それでは本日の聖書箇所を開いてまいりましょうエペソビトへの手紙第3章18節神戸訳新約聖書の304ページになります本日はこの箇所よりパウロの祈り後共に感じる神の愛と題して高野明先生がメッセージをいたしますそれでは聖書を読み出しましょうエペソビトへの手紙第3章18節 すべての生徒とともにその広さ長さ高さ深さを理解することができ皆さんこんばんはようこそおいでくださいました一言お祈りをさせていただきます創造主なる神様あなた様はこの年も の9月の2日この日までお一人お一人を守りくださりありがとうございます長雨があったりあるいは暑い日が続いたり涼しくなったりと本当に天候が様々変わるこの年でもありますまた予想外のいろんな感染症のただ中にあっても厳しい環境の下での 生活を求められているこの年でありますそういう中にあっても変わることの愛神様の愛神様の導きを信じて今日もこの祈祷会で祈りの時を捧げさせていただきます主をどうぞお導きください賛美を共にさせていただきましたまた御言葉が開かれましたはじめから終わりまであなた様の 見ての中においでなし、イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン今日は聖書箇所、エペソ人への手紙の3章の18節このところから皆さんとご一緒に分かち合いをしたいと思います。ご一緒にもう一度お読みしてみましょうか。エペソ人への手紙3章の18節はい。 すべての生徒とともにその広さ長さ高さ深さを理解することができまあ文章は続きますがこのところで終わらせていただきます。まあ、今回は「パウロの祈り」5回目、えー、そして「共に感じる神の愛」と題をつけさせていただきました「ベソビトへの手紙」は3章の14節から21節までこれは「パウロの祈りがここで書かれております」。 で今日のこの短い18節ですが3つの大きく分けられることができます。その一つはこのパウロの祈りはこの本当のパウロの,この祈りの願いは何だったのかということです。つまりこの祈りを通してこのエペソの教会に集われている人たちに何を言いたかったのか何を一番言いたかったのかということが一つです。そして二つ目は パウロがどうしてもこのことを祈らなければならなかった。祈りの背景。です。言葉に出すっていうことは何か？そこで、このエペソの教会にあったが、故にこの祈りを。この手紙に書かなければならなかった。その背景があります。そして3つ目は？聖書は私たちに対して元々パウロが。このエペソの教会に書かれた。 この手紙でありますが、現代の私たちに対してこのことを通してどういうふうに語りかけ、つまり生活にどう適応するのかということです。聖書を読むときにはいつもそのようにこう読むっていうことがとても大事です。私に対してこの時代このメッセージは何を語っているのか、そういう,こう素直な気持ち、謙遜の謙遜な気持ちで読むときに。 それがこう神の生きた言葉になるからです。まあ話は変わりますが、うん、皆さん方はこの人にこう変わってほしいあの人がこうなればいいのになあ仕事やあるいは人間関係もそうですがそういう時には皆さんはどういうふうにその人にそれをこう伝えられますかまあいろいろ考えられると思いますが思ったことはズバッと言うとね スストトレートに今がチャンスとししてうう方もいるでしょうあるいはこうしばらく様子を見て、えー、どうしてもこう変わらないなんであればその時こう伝えようかなとか思う人もいるでしょう。あるいはこういう人もいるでしょうね。まあ相手が気づくまで待とうと必ずどっかで気づくはずだ。 そういうふういいに待つ方もいるでしょうしょあるいは人ってそう変わらないよねと自分もそうだけどもだからまあその人はその人性格だしその人がそう思ってやってるんであればまあそれに関わる時間よりも自分は自分のことをやればいいんでないかこれはねどれも当たってると思います。 ただしそのどれもアプローチとしてまた関わりとしては正しい人はみんな違いますから大事だと思いますしかし今日のこのところを通して一番大事なことはその人のために祈るということですその人のために祈るですからストレートに言おうがあるいはその人が自分で気づくように待つのも しかしその背後にあって神にその人の気づきを与えられるようにとこう祈りつつ待つ語るということが大事です。実は今日読んでいただきましたこの「三章の十八節は」はまさにパウロ自身がこのことをしていることがここで分かります。というのはこの「 パウロンはこの状況はどういう状況かというと遠く離れたこのイタリアのローマこのところで彼は囚人として監獄の中にいた状況であります。でそこから離れた現在のこのトルコにあるこのエペソというその人たちに書いてるのがこの手紙です。ですからまあ到底言うにも言えない。 せめて書くのは手紙だけれどもしかしそのパウロは手紙を書くその祈りの中にも神様に彼らをこう委ねる皆さんがどのようなことをしようとしたとしてもその背後になくてはならないものは神への祈りその祈りがあるからこそ人に伝わるものも伝わるということがここを通してわかります。ままず一番目のポイントは先ほど言いましたように パウロののの祈りの本当の願いは何かということですそれはこのところを通してパウロはこのイエス・キリストの大きな愛をすべてのクリスチャンがもっと感じてほしいとイエス・キリストの大きな愛をクリスチャンはもっと感じてほしいというのがこのパウロの祈りの願いです。 このところで18節の最初のところですべての信徒という言葉が出てきます。これはすべてのクリスチャンということですね。で、このすべての信徒というのは聖書の中にも何度も出てまいります。どのぐらい数が出てると思いますか。合計75回出てます。旧約と新約どちらが多く出てるように思いますか。 旧約聖書も結構出てますね。24回あります。なんかこう新約聖書の言葉のように思うんですが、そうじゃないんです。新約聖書は51回。だから冊数は少ないのに、この生徒という言葉は圧倒的にこの新約聖書の方が多いです。で、その中でも。このパウロという会の書いた。 著書と言われる13冊ありますが、その中皆さん33回パウロはこの生徒という言葉を使っているんです。ものすごく好んで書いてますね。で、その新約聖書33回の中で特にこのエペソ人への手紙が9回も出てます。ですからよほどねこのエペソの教会のクリスチャンに対して何か伝えたいメッセージがあったということがよくわかります。 同じ言葉が何度もこう数多く書かれてるということはそれを強調したいということでしょう。でこの「生徒」っていうこの言葉の意味はこの聖なる人こう分かたれるっていうかこう離れさせるそういうこの意味がありますか。この英語ですと この聖徒という言葉はセイントとこう訳されてますね。セインつまり聖人なんです。ね、なんか聖人というとなんかすごくこう清い、すごいこう清められた人たちのように思うんですが、よくマザーテレサは聖人に加えられましたね。そりゃそうでしょう。あのインドの貧しい人たちが住むカルカッタで、まあ障害を その人たちに注いだまさに聖人もうマザー・テレサマザー・テレサだったらセイントだよなとところがこのパウロという方は著書の中でそこまでねこのマザー・テレサのようにすごい働きをしたとかそういう人たちにセイントこの生徒とは呼んでないんですよ。 その中でもこのコリントの教会に集っている人たちに対して「生徒たちよ」っていうでところがこのコリント人への手紙を読んでますと教会に集う人でありながら不貧困を犯したりこういう人がいていいのというような人たちが結構いたにもかかわらず「生徒よ」ってこう読んでる。ですからどうも私たちがこの「聖人」っていうその概念と。 パウロが言うこの成人、聖徒というのではこうずれてるような感じがしますね。で、私たちが成人というのはその人がこうクリスチャンとして何かこう素晴らしい行いをこの世のためにしてくださった。それも長年されたその人たちは成人だった。普通の人じゃできないなということで成人とこう呼ぶわけです。聖書のこの聖徒、成人の定義は何かっていうと。 自分がいかに罪深く賭けの多いものであるかということを知って,そ,してそれを認めてでその自分の賭けや不十分さを自分では到底補いできないんだとでそのためにイエス・キリストが人として来られあなたのため私のために本来ですと私自身がその 失敗や問題を起ここしたことに責任を取らななきゃいけないけ命が何倍あっても間に合わない罪に対しては死ですからそうしたらもう生きていけないこの地上で誰も生きていけないのが人間であります。ですので神ご自身が作ったその人間の私たちのこう罪を作った創造主自らイエス・キリストを送って。 そしてこのイエス・キリストを私たちの,この罪の身代わりとして十字架にかけてくださった生徒はその自分の過ちそれを認めそして私のその過ちのためにイエス・キリストが十字架にかかって死んでくださったということを信じそして3つ目はそこで流されたイエス・キリストの血潮によって で私たちの一切の罪が清められたつまり許されたっていうことを信じる人皆さんこれが聖人でありセイントであり聖徒なんですですから何かあなたがこの世に対してインパクトある仕事をしたとか長年したもうそれは働きに対しての功績評価でありますしかし聖書のこの 生徒の概念は私たちがそこまでできてなくてもただイエス・キリストを我が救い主私の罪の中罪のために死んでくださっただから私今日生かされて今ありますありがとうございますっていうふうに受け入れ信じていた人たちをみんな生徒と呼んだんですよ。 ですからせっかくそのように私たちが作り変えられたわけですからそのところで私たちはマザ・テレサまではいかないにしても何かご迷惑をおかけした人生から何かこのようにこのように奉仕できる人生に変えられたに越したことはありませんがでもできたとかできない以前に私たちがイエス・キリストを受け入れた時にもう生徒に全員なる。 そのことをパウロはこのエペソの人たちに何度も何度も語っているのが今日のメッセージであります。まあせっかくあのマザーテレサさんのお話をしましたので、マザーテレサさんが語った言葉の中で非常に今日にこうが今日のテーマに合致する言葉を見つけましたので一つご紹介しますか。こうおっしゃってました。まさにマザーテレサはイエスキリストの愛の実践者です。 彼女はこう言いました。私たちは偉大なことはできません私たちは偉大なことはできません偉大な愛つまりイエス・キリストでこの偉大な愛で小さなことをするだけです偉大な愛で小さなことをするだけですいや非常に意味深いですねまあだからできたんだな たくさんじゃなくてこの人に今日一日この出来事一つ一つのこの積み重ねであることが分かります。ですからまとめさせていただきますと一番目はこのところを通してパウル自身がこのエペソの教会に対して「あなた方クリスチャンよ」と「もっと喜んでいいんじゃない?」と「もっとねうれしくなってもいいんじゃない?」だって自分で自分の 過ちや失敗過去のこと今現在のこと全部自分でそれを処理しようとしたら全くできないのにこのイエス・キリストが全部それを十字架の血潮によって許してくださってそして清めてくださってそしてあなたに新しい生き方のスタートを与えてくださったんでしょだったら喜んでいいよねもっと心の内側から感じていいよねっていうことを パウロは祈りの中でで言ってるんです皆さんどうですか振り返ってみて「いや本当だなと」と教会に最初に来られた時「いや車るいや苦しかったな」と「行き先分かんないな」と「自分の人生どうなるんだろうか」そこからこのイエス・キリストと出会って「こんな私でももう一度新しい人生を始めさせていただけるんですか?」と「大丈夫!」 このイエス・キリストを信じなさいそうしたら古いものは過ぎ去ったそして新しいあなたが始まることができるイヤガさんに40数年前のそのメッセージを聞いて今も私はその言葉に励まされますね本当に良かったなっていうことをつくづく思わされておりますそして2番目のポイントですがこのパウロが エペソの教会にそれほどまでにそれを強調してあなた方は生徒だよと何度も何度も言い続けた理由があります。それはそこに集っている人たちに対してこのイエス・キリストの大きな愛をあなただけのものじゃなくてそこに集っている人たちの共通のものとしてあるいは全員の体験として欲しいんだっていうことが 今日のの一番のメインなんですねそれは18節のところでありますように「すべての生徒と共に」って書いてあるんですから。生徒と共にっていうことはそこに集っているクリスチャンその一人だけじゃなくてそこに教会全体としてキリストの十字架の許しと父親によって清められたそのことが もう全体のうねりとして人々の喜びとして「それがあっていいよね教会は」っていうのがねこのパウロの祈りなんですね実はパウロがこのエペソーの教会を開拓し何年もそこにいて人々にね熱くイエススキリストの福音を述べ伝えた場所でありますその後パウロがそこを離れた後にいろんなクリスチャンやいろんな考え 信仰を持ち込んだ人たちがおります。そこで、教会の人たちはいろいろとこう迷ったりもするんですが。大きくね、こう、三種類のクリスチャンが。この教会にいたことがわかります。その一つ。どういうクリスチャンかというと、もともとそこは異教の町です。非常に、こう。有名な偶像礼拝もあって。アジア中から他の国からも来て。 そこで、この女神からの恩恵を受けようとしたのが、このエペソであります。今でも、こう遺跡が行ってありますけども。もう、それ、それほどね、すごい巨大な。神殿があったり、町があったりということが、あわかります。で、ですから、その異教の信仰から。 このイエスキリストが十字架にかかって死んで私のために罪のあがないとして大いなる宮沢をしてくださったとそれをこう信じるってことだけどもすごいことですね。仕事を失うかもしれないあるいは周りから何と言われるかもしれません皆さんもどうですか家族からきっと家族の中で最初のクリスチャンとかあるいは地域の中でもあなた のうちだけがクリスチャン私もそうです田舎の方に住んでますので上の部落下の部落の両、ね、この部落の中で我がが家だけがクリスチャン1軒ですその中でお祭りやあるいはいろんな冠婚葬祭がある中でこうクリスチャンとして生きていくっていうことは結構やっぱり難しい判断が迫られる時がありますよ。 ここの人たちもそういう経験をされたことでしょう。しかしその中でこのクリスチャンの人たちこの最初のクリスチャンの人たちはまあ自分がイエス・キリストを信じて洗礼を受けてこれで満足してねああこれでよかったとこれで天国行けると何でも許してもらえるんだったら今のね今までしたことを全部ごはんさんにしてもらってさあこれから始まるけどもいやよかったっていうまあ安心量としてのね クリスチャン生活をししていいらっしゃっゃたた方がいたようですともかく教会に来て、ね、癒されたりあるいは商売がうまくいったりいやこれで洗礼を受けたんでは天国に行けるから大丈夫だっていうふうに安心量としての信仰二つ目のこうタイプのクリスチャンの人たちはどういう方々かっていうと、まあ、非常に信仰にこう燃えていたんですが自分だけも信仰。 イエス・キリストを信じていくっていうことは、まあ、他の人に分かち合うとかそういうもんじゃなくて私が恵まれて私が満足していればそれでいいというね自己満足的クリスチャン信仰まあそれも自分が恵まれればそれはいいんですがしかしそれ以上にこの3つ目のこのパウロが一番願っていたクリスチャンもおりました。それは 自分も信仰を持ったでその自分が変えられたその証を教会に集ってらっしゃる方また周りの方々にそれを分かち合う証しをしているクリスチャンもおられました。でパウロの祈りは教会全体として確かに個人の信仰そしてまた天国に行ける安心量それも大事だと。私が願うのは 皆さん一人一人がどこから救い出されそして信仰の人として変えられていってそして今今日現在歩まれているんであればそれをね周りの方々と分かち合いしてくださいよと生徒たちと共にこのイエス・キリストの成してくださった宮座というものを感じましょうよとこれがね共に 感じる神の愛なんですつまり一人だけのキリストの大きな愛を感じているそのものを周りの方とともに感じようというのが今日のところでありますまあ私なんかもやはりクリスチャンになろうとした時に恩恵を預かるそういう意味で入ったように思いますねだってそのイエス・キリストが私のために何をしてくださったかなんてのはわかりませんでしたし えー、そんなことを聖書も十分に読んでませんでしたのでただその説教者が新しい人生をねキリストを信じることによってスタートできるからその信仰のスタートをしたらいいんじゃないのっていうもう、まあ、おすすめをしていただきましたそれでいいと思いますねまずスタートはつまり周りの子をキリストが何してくださったっていうことも徐々にわかることでしょう。でもスタートとして 私の人生が新しくスタートさせていただくっていうことはその入り口としてそのうち自分としての自己満足っていうかまあ私が祝福されれば私が喜べばそれでいいんだっていう向こう側から自分を見るというよりも自分側からしかこう周りが見れないそういう歩みをしてたなと思います。でこの説教を準備している時に ある場面が思い出されましたそれは父親と私のこう関係の場面でした私が小学校低学年だったと思います父親が農家をやってましたがその農家が忙しくないときにね外に仕事を行って、えー、夕方帰ってきたときのことですそしたら父親が私にほら食べろって私にねあるものを差し出したんですで当時は 私にとって非常にあるいは我が家にとってもこう貴重なものだなというのはパンですよパン1個ですよでそれをね私にくれたんですで私はその時ずーっと思ってましたけどあ父親はこういう洋菓子っていうかパンは好きじゃないんだなとあるいはお腹が減ってなかったんだなと 力仕事をしてねだから私にそれを自分が食べたくないっていうかあんまり好きでないからくれたんだなとずっと思ってましたしかし私が人の親になって分かったことは「あ私も食べたい」って分かった父親も食べたかったんだなと。しかし 自分の子供がそれを持って行ったら喜ぶだろうな嬉しいだろうなその「うまいな」ってこう食べる姿を見るっていうだなやっぱそれが父親の私にあげくれたその思いだったんだろうなっていうことをね感じることができましたでそれを聞く前に父親は言っちゃったから聞けないけどきっとそうだと思います。まさにパウロ 親としての、ね、自分だけのもの信仰そうじゃなくてもっとねこう与えるもの、ね、えそしてそれを自己満足的な信仰から周りの方々にも喜んでいただけるっていうか分かち合うそういうこの信仰に是非なってほしいというのがこのパウロのここでの願いであったことを思います。まさにエススキリストのの愛は特定の人とか あるいは自分だけで収めていくものではなくて教会全体で神の愛を分かち合うそしていかにキリストが私たちのためにしてくださったかということをねこう伝えていくそのことをまあ感じるということですね。そして3つ目パウロの祈りが私たちに対してのこの適応は何かというとイエス・キリストの愛の大きさ。 これを皆さんの信仰生活の中でこの体験的にこう感じる頭で感じるもいい目からも入るのもいい、ね、勉強してから入るのもいいでもイエス・キリストはあの日あの時あの状態の私の,とわ私のために本当にこんなことをしてくださったっていうことを内側から本当にね踊しるような喜びでこう迎えることができる。 感じることができるそのことがこのところを通して私たちは教えられることですそれは18節の最後のところにありますその広さ長さ高さ深さを理解することができという言葉から見ることができますこのところを通して4つ書かれてありますね広さということがありますこれはイエスキリストの愛の広さですこれはどういう広さでしょう イエス・キリストという方はどんな人でも受け入れてくださる心の広さですつまりここにおられるまたご一緒している皆さん方もこのキリストの救いに受け入れられた一人ですキリストのこの愛に受けられなかったあるいは外された人は誰もいないそれほどこのキリストの 愛の広さというものは広いものですそして二つ目長さですそれはイエス・キリストはいつまでもあなたを待ち続けてくださる忍耐強さですイエス・キリストはあなたがどういうことをしようがあなたの成長を待ち続けておられることのできる方です皆さんは、ね、待たれる方ですよそして三つ目の高さ これはイエス・スキリストがどこまででも引き上げてくだささる可能性の高さです、ね、つまりあなたは他の誰があなたに対してもう終わりですよとそこまでしか力ないんでないと言うかもしれない思うかもしれないけどこのイエス・キリストにあってはまだまだあなたには可能性があると認めてくださってる待ってくださってるキリストの愛です。そして4つ目の深さは まさにイエス・キリストはどんなことでも許してくださる懐の深さですあなたはキリストから全てのことを許されたお一人ですよ人じゃできないですキリストだからこそできる広さ長さ高さ深さです皆さん私たちはこのようなキリストの大きな大きな 愛の中でお一人お一人が今日ここに愛されているのです私はそのことをこの証をお読みしたときに感じることができましたこれは2020年今年の8月13日のアパルームの中に書かれていたものです。今も心の中は同じ人 人は目に映ることを見るが主は心によって見る心境動薬です。孫息子さんが孫息子たちが4歳と6歳の時夫ががんの化学療法を受けました。夫の外見が変わることで孫たちにどんな影響があるだろうかと私たちは思い悩みました。4歳の説はつかの間心配そうな様子を見せましたがおじいちゃんに走り寄ってから いつものように遊び始めました6歳のエリオットは「大丈夫だよおじいちゃん中身は同じだもの」と言いましたその時2人とも外見の変化を気にしていないようでした2人とも祖父のことを優しく気遣ってくれる人だと知っているので祖父の愛に単純に浸っていたのです病気や 着るものの選択髪型など多くの変化によって私たちは互いに違って見えます外見だけで互いについて意見を立てるなら柔和でしとやかな木立てという神の見前でまことに価値ある美しさに気づく機会を私たちは見逃すかもしれません神様が心を見てくださるとは何という祝福でしょうか人の心にあるものを見極めようとするとき 私たちの心は神様に喜ばれるるもののとなるのです神様は私を見る通りの目で私も人を見るように努めますサンドラ・サリバンというアメリカのご婦人のお証しです人は私たちの外見を見るでしょうしかし神は私たちの心を見るつまり皆さんの信仰を見るそれはイエス・キリストがどれだけ あなたのたたののめにしてくださったのかこの深い広い高いそして長いキリストの無限の愛この愛に私たち一人一人は今も愛されているんですですからこの地上でさまざまなことが起こったとしてもこの広く私たちを迎え入れてくださるイエス・キリストこの懐に。 飛び込んでいこうじゃないですかそのことを通してあ、私を愛されてる皆さんを愛されてるという体験的に神の愛を心から感じることができますそのことをパウロは遠く離れたイタリアからエペソの人たちに祈ったのが今日の祈りでありますお祈りしますすべての生徒とともにその広さ、長さ、高さ、深さを理解することができる パウロ自身が人々を迫害したその拭いきれないような過去の自分の生き方からそれら一切を十字架にあって罪赦許されそこから宣教師として世界中に イエスキリストの無限の愛を伝える人と作り変えていただいたその彼自身が語ってるのですから証ししてるのですから私たち一人一人もそのキリストの愛によって作り変えられ用いられるその愛から漏れる人は誰もいないことを今日も確信します。主私私たたちちををいてください私たちを 本当にあなたの愛を心から感じることのできるそんな私たちとしてくださいそうしてくださることを信じイエス・キリストの名前を通してお祈りいたしますアーメン応答の祈りを捧げてまいりましょう